初の近代的給水塔である、ルイビル給水塔。1860年建設。給水塔とは、給水システムに十分な水圧を与えるために設けられた巨大なタンクである。産業革命期に多数の給水塔が建設され、そのうちいくつかは現在でも、ランドマークやモニュメントとして残されている。取り壊されて、集合住宅に建て替えられたものもある。 典型的な給水塔は、鉄鋼、鉄筋コンクリート、プレストレストコンクリート、レンガなどで建設されている。通常は、休憩下円筒型で、直径が約16メートル、高さが約40メートルである。給水の安全を維持するためには、十分な水圧が必要となる。水圧が不足すると、問題がいくつか起こる場合がある。 ロイヒュービリー給水塔の動作1、ポンプ上2、貯水タンク3、利用者等の高さによって給水システムの清水圧が決まるが、ポンプで補助することもある。貯水量と配管の直径によって流量が決まり、また、それが維持される。しかし、圧力の供給をポンプに頼ると、コストがかかる。様々な需要に対応できるよう、 ポンプは絶えず様々な圧力を出力できなければならず、流量が大きい場合でも、同じ水圧を保つには十分大きなものでなければ、ならない。火事の場合には、非常に大きな流量が必要となる。現在の給水塔では、平均使用量に応じた大きさのポンプすることができる。日中は、給水塔により、水圧を発生させ、需要の少ない夜間に、ポンプで用水する。 給水塔は装飾的なレンガ作りやツタに覆われたトレリスなどの派手な装飾が施されたり、あるいは単に塗られたりもする。飛行士の後方の助けとなるよう、一部の都市の給水塔では都市の名前が屋根に書かれていたりもする。中にはユーモラスな装飾もあり、アイオワ州グレンジャーにはホットとコールドと名付けられた2機の給水塔がある。 イングランドの東部サフォークの町ソープネスにあるザハウス・イン・ザ・クラウズは目障りにならないよう家に似せて作られ、境は宿泊施設として使われた。町に水道が整備されるとタンクは撤去されて新たに居住空間が追加された。サップ・ボルスのトラックストップは取っ手と継ぎ口のついた給水塔を会社のロゴとして使っている。同社の施設には このように飾り付けた実物の給水塔を建てたものが多い。ニューヨークの伝統的な高受け水槽電力供給の不安定な地域の多いインドでは非常に多くの給水塔が使われている。家屋の屋根には停電に備えて水を蓄えるための貯水槽が設けられている。多くの国々では給水塔は給水システムから切り離され単にポンプで置き換えられた。 給水塔は土木工学のモニュメントとして扱われることが多い。中には再生して現代向けに改築されるものもある。ニューヨーク市では耐久性、南腐敗性に優れたヒマラヤ杉で作られた伝統的な高桶水槽を乗せた小型の給水塔が個々の建物に設置されており、街の景観の一部となっている。米国 C&TS 鉄道のチャマにある 木製給水灯蒸気機関車を使っている鉄道では、機関車の水タンク、または、淡水車に水を補給する手段が必要となる。一般的には、ウォータークレーンを一機以上備えた、給水灯が、機関庫や一部の駅に設置されている。材質は写真にあるような木製のものも存在する。展望台として使われている、給水灯もある。さらに、 ドイツ人デルフィンゲンのゴールドバーグチャームのようにレストランが設けられている給水塔もある。地域限定放送やポータブルラジオや携帯電話などに向けた省電力の UHF 対送信書として給水塔を使うことも一般的である。ありがとうございます。